どうもこんにちは、世界的 VIP ゲンエンです。さて、私のですねお気に入りの iPhone 5S、 しばらく使ってますけど、やっぱいいですね。この形、サイズが小さい方が僕がいいのかなと思ってきちゃいました。まあ大きいのもいいんですけど、なんて言ったってこのカクカクした形ですよね。もう今の新しい iPhone はないですからね。これね、非常にいい形じゃないかなと思って気に入っています。そしてですね、ガラスフィルムもですね、僕セリアで購入しまして、未だに売ってあったんでラッキーと思って貼りました。プロテクトはバッチリでございます。でもどこの100円ショップ回ってもですね、ケースがもう売ってないんですよね。さすがにもう古すぎるということで取り扱いしてないんでしょうね。というわけで今回はですね、 Amazon で注文いたしました、こちらでございます。はい、もう僕大好きなシンピックさんですね。はい、中開けていきましょう。中身はこちら、ステッカーが入ってました。これなんですけども、英語で書いてあってよくわかんないです。そして本体こちらでございます。あ、なんかめちゃくちゃ可愛い。サイズが小さいからがすごく可愛く見える。真ん中ちょっと開いてますね。指紋認証じゃないんですけど開いてます。まあ Apple マークをこう見せやすいようにするためですかね。開いてます。ちなみにですね、ここの僕シンピークのケースなんですけども、 Xperia XZ でも使ってますし、 Nova Lite 2もね使ってますよね。そんな感じで最近気に入ってるんですよね、ここのメーカーのケース。でこれ耐衝撃なんで、そこら辺も安心ですね。ちょっとはめてみましょう。はい、こんな感じ、ピッぴったりですね。あ、いい、すごくなんか持ちやすい。ここのサイドのグリップ感がすごくありますね。いいなこれ。はい、がっつりアップルマーク見えちゃってますけど、こんな感じですね。あ、いいですね。やっぱりね、ケースはねあった方がいいですね。特に iPhone ってそうなんですけど、いくら古くてもデザインがすごく素敵じゃないですか。そこがね僕魅力かなと思ってるんですけども、やっぱりねできるだけ傷はつけたくないんですよ。なのでちょっと今回ケースを買いました。ボタンの部分はこういう風に出っ張ってますね。ここなんですけど、まあマナーモードにしたりする時のやつですよね。あ、操作しやすいようにちゃんと作ってありますね。こんな感じで、後ろはこんな感じ、しっかりカメラ部分も開いてますし、電源ボタンの部分もしっかり出っ張ってるので押しやすいかなと思います。はい、というわけでですね、最近お気に入りのですねシンピークのケース購入いたしました。皆さんこれねおすすめなんで、ぜひですねチェックしていただければなという感じに思います。お疲れ様でした。